こんにちは、ケイドラです。今日は70年人気投票ガチャトップ100のキャラを全部当てに行こうと思います。まあこの企画はシロさんからね、直接 LINE が来まして、今回ちょっとトップ100の予想したからみんなでバトルしようぜっていうふうに言われましたので、動画を撮っております。今回のルールとしましては公平性にのっとって、直しろさんの動画のルールを採用しようと思います。トップ30までのキャラは中間発表で確認しました。モンスターニュースで出たやつですね。で、実はトップ100が公式サイトには出てるんですけども、それは一切見ておりません。僕もニュースの後になんか言われて気づいたんですけども、シロさんは全く見ずに撮ったっていう風に言っていたので、僕も同じく見ておりません。100体キャラをピックアップしていくんですけども、今回配出される限定キャラは合計71体いるんですよね。で、これはほとんど入っている前提で話していきます。ただ入らないようなキャラは一部除いていくんで、それも話していきます。ハレルヤとエマ、あとは期間限定のアルファだったりコラボキャラは入らないので、今回は対象外にしております。まあ限定以外の残り少ない枠ですね、非限定のキャラをどれだけ当てれるかっていうところにかかってると思うんで、まあ、しっかりがっつり予想していこうかなと思います。1体につき1ポイントですね。順位を当てるのはね、どう頑張っても無理なんで、入ってるか入ってないかだけの問題ですね。で、まずですね、限定の中で入らないキャラを予想してきました。今回のランキングは見てないんですけども、直しろさんの動画見ると去年のランキングを参考にしていたので、僕もそのように参考にさせてもらいました。去年ランキングにいた階層の限定キャラは多分もう今年は入らないと思います。例えばランスロット X、 去年が81位ですね。他にはジャンヌ・ダルク、去年77位で、信長 X も96位ですね。で、チンギスハンは入っていたのかすらわからないです。他にはゲスレイだったり西王母だったり、まあ、マサも入ってないのかな去年。まあその辺のキャラは入らないというところで、まあテンペストも入らないかなっていうふうに思っております。まあちょっとオリエンタルトラベラーズのキャラたちがあんま人気ないなっていう感じなんですけども、まあ現状出番が少ない限定キャラたちが入らないんじゃないかなっていうふうに思っております。ここで8体削ったので、限定キャラは63体入るという予想で、残り37体が非限定のキャラたちですね、予想していこうと思います。ただまあ予想する上で気になる点としましては、超高難易度のクエストをぶっ壊したキャラは特に入りそうだなっていうふうに思ってます。例えば去年人権運枠となったアドブタですね。あのクエストをぶっ壊すハイビスカスはおそらく結構上位に入っていたので、まあそういう感じのキャラは今年も入るんじゃないかなと思ってます。まあ軽く言うと、今年で言うとコンプレックスが割と人権運枠だったんですけども、そこをぶっ壊した。特にアラビンですね。マルスも入りそうな気もするんですけども、最近出たアラビンの方が入るんじゃないかなと思っております。で、他にも去年のランキングで謎に順位が高いキャラは、おそらく人気票で入ってると思うんですよね。キャラが強いから持ってないからとかじゃなくて、ただ単にそのキャラが可愛い、昔からいて人気っていうところが大きいと思いますので、人気そうなキャラは去年のランキングからプラス40ぐらいしても、数字が100超えなかったら、できるだけ入れようかなっていうふうに思ってます。ただ一部例外はありますね。6周年で重心化実装したてのキャラとかは多分結構上位に入ってくるんで、今年はもう使わないなっていうキャラたちは例外にしております。あとは割と新キャラで、強そうなキャラですね、入るんじゃないかなと思っております。例えばオペコとか、まあ、アニメにも出たゼフォンですね、まあ、その辺入ってくるんじゃないかなと思っております。ただね、注意したいところが、毎年ネタキャラがちょくちょく入ってるんですよね。パックは去年56位に入ってるんで、まあ今年も入ってきそうな気がしますね。これはそんな感じで予想していこうかなと思います。ではね、属性別に見ていくんですけども、中間発表に入っておりましたアザトースと坂本龍馬はもう確定かなと思います。多分どっかに画像出してると思うんですけども、まあ、こんな感じで、非属性は9体予想ですね。で、まあ、サンゴに関しては僕が結構推してるし、かなり強いなっていうふうに思ってるんで、入るんじゃないかなと思ってます。ルビーもやっぱりね、まあ、友情コンボ強いよっていうところで、まあ、結構人気な部類だと思いますので、入るんじゃないかなと思ってます。で、先ほど話しましたゼフォンですね。まあ、新キャラかつ、新イシスの適性っていうところで、アニメにも出たので、結構人気なんじゃないかなと思ってます。他にも先ほど話したアラビンですね。まあ、コンプレックスをぶっ壊したようなキャラなんで、まあ、これは間違いなく、まあ、去年のハイビスカス枠的な感じで入るんじゃないかなと思ってます。で、マルスも入れようかなって迷ったんですけど、マルスはね、割と古くはないか。まあ、去年の、まあ、多分11月ぐらいの実戦のキャラなんですけども、マルスに投票するぐらいだったら、アラビンにその人は投票すると思うので、今回は省きました。で、今回、ヤマト入れてるんですけども、なぜ入れてるかっていうと、去年ね、めっちゃランキング高いんですよ。35位にいますね。なんで、これは、ま、単純に人気投票もあるんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、重心化したてっていうのもあったんですけども、それだけで35位は多分なかなかいかないと思いますので、他のね、ゲイボルグとかと比べると高いので、ヤマトは今年も入るんじゃないかなと思ってます。
で、アザゼルに関してはめっちゃ悩んだんですけど、一応54位に去年入ってるんですよね。去年の時点で54位ってことは、今年もそんなに変わらないんじゃないかなって思ってるんですけども、重心化したら結構やばくなりそうなのと、まあ、現状でも近畿23とか、あと近畿13でも使えますね。なんやかんや仕事があるキャラなんで、まだ入ってくるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、ちょっと見てて思ったのが、去年から、あんまり通常キャラがそこまで増えてなかったんですよね。まあもちろん重心化していっぱい増えてるんですけども、通常のガチャゲンで考えると、コラボがたくさん来たっていう点とか、アルファシリーズも結構あるんで、思ったより通常キャラが追加されてなかったんですよ。なんで、そこまで大きく去年のランキングから変わるかって言われたら、変わらないんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、特にまだ重心化してないキャラが去年から入ってる場合は、そのキャラたちはそこまで大きく変わらないんじゃないかなっていうふうに思っております。なのでアザゼルに関しても、まあ、去年からねこの重心化もしてないのに入ってるっていうところを考えると、今年も入るんじゃないかなと思いました。で、最後ノンノですね。でノンノに関しても去年45位と入ってるんですよ。で、去年で考えるともう結構もう仕事は終わってて、そんなに使う範囲が大きくなかったんですけども、45位に入ってるってことは、おそらくこれは人気投票の部類だと思いました。なので去年は45位に入ってると思うんですけども、まあそれを継ぐならば今年も割と上位に入るんじゃないかなと思います。まあ、60位ぐらいはありそうですね。次水属性ですね、見ていきますと、今回は6体しか予想しておりません。で、ローレライは中間発表にいたので、これは確定で入ってくると思います。で、残りの5枠なんですけども、まずスズランですね。まあ重心化して結構今年は人気になってると思うし、なんか野幕絵でも結構使えるみたいなんで、まだ持ってないよって方は狙いたいと思いますので、入ってくるんじゃないかなと思います。で、他にはやっぱアザトースと同時に出たネルラトホテプですね。まあこのキャラもかなりブイブイ言わしまして、まあ僕も最強ランキングでは結構上位に入ってるんですけども、まあそういうキャラが入ってくるんじゃないかなっていうところですね。他にはアトランティスですね。まあ7周年重心化発表されて、まあ結構人気っていうところと、多分近畿21の国の適正キャラって割と入ると思うんですよね。まあ、去年がアテナですね、57位に入ってるんですよ。ただ今年はこのアテナの枠57位なんで、プラス40しても100超えないから入れようかなというふうに思っていたんですけども、アトランティスが出たので、まあこのアテナの枠は奪われるんじゃないかなというところで外しました。まあその点で、ベイカーズですね、去年も結構ランキング高いんですけども、55位に入ってます。やっぱ近畿21の適性って本当に去年から全然増えてなくて、コラボの友事用ぐらいかなっていうところなんで、まあ、今年もアトランティス、ベイカーズは、まあ、ググンと入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、最後の一体なんですけども、まあネタ枠ですね、去年も56位と結構上位に入っていたパックが来るんじゃないかなと思います。プラス40しても96位なんで、まあ、全然あるんじゃないかなと思ってます。次、貴属性ですね、見ていきますと、まあ、貴属性に関しては中間発表で属性的には何も入っておりませんでした。なんでちょっと難しいところなんですけども、まあ最近重心化回避して化けたマーリンですね、まあ、これは友情コンボが化け物っていうところなんで、まあ入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。で、他にはまあ結構難易度で言うと難しかったノクターンのクエストをぶっ壊したジャスミンですね、まあ、ここも間違いなく入ってくるんじゃないかなと思ってます。他にはミョルニルですね、まあ、このキャラなんか思ったより最近すごく人気があるキャラなんで、まあ、多分配信者の影響もあると思うんですけども、まあ、結構ミョルニルっていう名前をね耳にすること多いと思いますので、まあ、入ってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、他にはね友情コンボがやっぱり強いムツムネミツですね、まあ、これも入ってくるんじゃないかなというところと、まあこのキャラは絶対入りますね、ユグドラチル。まあ限定キャラを超えるようなスペックを持ってるんで、まあ、このキャラは入らないとちょっとおかしいぐらいのキャラなんじゃないかなって思ってます。他にはねめっちゃピンポイントなんですけども、伊達政宗適正の島津義弘、うん、まあこれ完全にぶっ壊してるんで入っていくんじゃないかなっていうところと、まあ未だにね水溶きワンパンしたいっていう方が多いと思いますので、千の利休は入っていくんじゃないかなって思ってます。あとは7周年重心化のペルセポネですね、まあそれも入ってくるんじゃないかなっていうところと、ラスト1体は去年ねランキングに思ったより高かった34位に入ってる伏姫ですね。めっちゃ高くないですか、びっくりしたんですけども、まあ近畿17の適性もらってるっていう点と、まあ、他にもちょくちょくね
使えるところがあるんで、まあ今年も入ってくるんじゃないかなというところですね。まあ去年34位なんで、まあ入りそうですよね、これはランキング的に。こんな感じの9体予想をしました。光属性ですね、7体予想したんですけども、まずは、まあ、今年のキャラですね。まあこのキャラは強いし、まあなんかちょっと手持ちを考えると、まあさっきの周りも同じなんですけども、キャラ持ちがいい可能性があるんですよ。なんで別にこのキャラいらないよっていう、もう持ってるよって方が多いから、逆になんか入らないっていう考え方もあるんですけども、まあ強いからね、入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。あとはね、豪絶イリアの適性のアロンズロットですね。まあこのキャラも入ってくるんじゃないかなと思います。まあでもぶっ壊したって感じじゃないんですけども、まあいい火力サポートだったり、まあ SS がね強いんで入ってくるんじゃないかなって思ってます。正直光属性を今年のキャラで見ると、まあ、そこまで魅力的なキャラがいないんで、まあ、去年からのランキングに引っ張られるんですけども、まずワトソンですね。このキャラは去年も結構ランキングが高くて38位に入ってました。なのでまあ今年も入るんじゃないかなっていうところですね。で他にはハイビスカス、まあこれはランキング不動で多分入ると思うんですけども、去年見ると28位、めちゃくちゃ高いですね。多分ここまで高いキャラは今年も間違いなく入ってくるんじゃないかなって思ってます。次、去年37位のルーですね。なんか思ったより高いなっていう感じなんですけども、ルーが37位なんで今年もまあ入ってくるんじゃないかなっていうところですね。まあ最近は本当20の5区の周回が主流になってますけども、未だに15の5区回ってる方もいると思いますので、まあこっちも入ってくるんじゃないかなと思ってます。でこれがねちょっとね微妙なラインなんですけども、去年42位のモーツァルト、めっちゃ高いね去年で。去年で考えるとそこまでもう去年もねあんまり活躍しなかったんですけども、42位に入ってるっていう点を見ると、おそらくこっちはあのノンノと同じく人気投票なんじゃないかなっていうところですね。なんでモーツァルトはプラス40して82、なんかそんぐらいに入っていきそうな気がしてますね。最後、今年のネタ枠なんですけども、この人ですね、ネタ枠として乱入してくるんじゃないかなと思ってます。インパクトありますね。まあもちろん去年とかランキングには入ってないですし、まあ今年新参者になるんですけども、ネタ枠っていうのは毎年入ってくるんで、まあ、非属性もワンチャンナタがあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、カメハメハ来るんじゃないかなと思ってます。ラスト闇属性ですね、6体予想しました。まずはまあこれは入ってくるんじゃないかなっていうところなんですけども、ハーレーですね。普通のハーレーなんで限定キャラじゃない方なんですけども、まあ重心化回避してさらに化けたので、まあこれは入ってくると思います。次はアトムですね。やっぱり火力サポートだったり、まあ、超スピード型線形解放もできるし、かなり優秀なキャラなんですけども、サクッとね、70位ぐらいに入ってくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、次に、チャチャですね。はい。まあ、このキャラは重心化しまして、まあ、特に、豪絶アリアの適性もらったんですけども、まあ、他にもね、やっぱトリプルアンチっていうところで使える点は多いので、まあ、入ってくるんじゃないかなっていうところで予想しました。次、オペコですね。オペコに関しては新キャラっていう点とアニメにも出ていた。で、しかもイラストもいいので、まあ、これも入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。世話焼きお姉さん系オペレーティング AI オペコ。長いね、名前。次、去年のランキングから見るんですけども、孫昇光ですね。まあ、重心化したてっていうのもあるんですけども、ランキングが結構高い。と思いきや60位でしたね。なんでギリギリ100位に入ってるんですけども、まあ未だにノマダンやってる方とか多いと思いますので、まあ、これは入ってくるんじゃないかなと思っております。でラストはサルトビサスケですね。まあ画像がまだないんですけども、こちらもねあの7周年重心化で多分鳥を飾るような本当にめっちゃ強いキャラなんで、サルトビサスケも全然入ってくるんじゃないかなというふうに思ってます。ただキャラ持ちが多いっていう点を考えると入れないっていう方も多いと思いますので、ちょっと微妙なラインなんですけども入ってくるんじゃないかなというふうに思ってます。以上ですね。めちゃくちゃ難しかったんですけども、まあ去年から本当にあの新キャラが思ったより増えてなかったので、まあ去年のランキングから引っ張ってきたんですけども、まあ限定キャラが本当化けましたし、重心化したキャラもね結構化けてるキャラ多いので、まあそのキャラたちは入ってくるんじゃないかなというところですね。なので限定キャラ63体と通常キャラ37体で予想をしました。この中でどんだけ当たってるのか非常に楽しみにしております。で100位予想すると難しいな、これ難しいんですけど、100位は僕の中では今2択なんですけども、サンゴかペルセポネですね。
まあ、重進化したてっていうのもあるんで、ペルセポネもまあまあ上がってくる気がするし、サンゴに関しては本当にあの最近ね、坂本龍馬の出現だったり鬼丸とかもいるんで、ちょっと仕事が被ってるっていう点を見ると、まあ、ちょっと下がってくるっていう風に見て100位サンゴでいこうかなと思います。はい、そんな感じで、予想したんですけども、どんぐらい当たってるのか最終的に答え合わせしたいなと思っております。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方もお願いします。それではバイバイ。